セルゲー・ブルガーコフセルゲー・ブルガーコフは、ロシアの政教の神学者、司祭、哲学者、経済学者、オリオール県リーブヌイの在属司祭の息子として生まれる。神学を学んでいたが中断し、30歳になるまで無神論者であった。1894年に、モスクワ大学法学部を卒業する。1902年から1907年までキエフの高等工業学校助教授。 1903年から1909年まで、キエフ大学教授。1909年から1911年には、モスクワ大学の政治経済学の教授として勤務する。この間、ソロビオフやフロレンスキーの影響を受け、マルクス主義からドイツ哲学の関連論に移り、さらに政教信仰に復帰した。1917年6月には、ロシア政教会のタスク祭に、 女性され、ロシア政教改善国公会の大議員に選出された。1918年、聖職者であるという理由から、モスクワ大学教授の職から追放された。1923年に、プラハに亡命し、翌年に、パリに移住する。以後は、パリの聖セ,セルギー政教新学院で、デイリー新学の教授を務め、政教の長師祭として活動する。パリで没する。 1890年代に、ピョートル・ストルーベやミハイル・トガンバラノフスキーと、同じく、合法マルクス主義者の代表者と目される。しかし1901年に、今まで報じていた協議を大幅に修正し、マルクス主義は農業に起こりつつある過程にすら、守備一貫した説明を与えず、無心論であるために、生活の意味や、精神活動の価値について、教えるところがない。 と批判を展開するようになる。1905年のロシア革命におけるインテリゲンツァへの幻滅により決定的にマルクス主義から離れ、ドストエフスキーやウラジーミル・ソロビオフ、パーベル・フロレンスキーの影響を受け宗教問題の重大さを強調。さらに、ロシアの革命政党に特有なヒロイズムは不寛容と民衆に対する独裁の原因となると指摘した。ありがとうございます。